朝岡板橋の端からのボロビルで獲物のレコードに張り落としてこれなきゃ何キャプテンなんだろうな、これなきゃ何キャプテンなんだろうな。皆さんこんにちは。こんにちは。内閣総辞職を求める緊急新宿街宣お集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます未来のための貢献の中山美雪です。ドスサンドフォークレースっていう新しくできた団体の、本間信和です。今日よろしくお願いします。お願いします。発足以来やりたい放題の安倍政権ですが、ついに民主主義の根底から揺るがしかねない公文書の改ざんを行いました。しかもそれを部下の財務官僚のせいにして、安倍首相や麻生財務大臣といった政治家たちはその責任を免れようとしています。本当に官僚が勝手にやったことなのか、安倍首相夫妻の関与は本当になかったのか、未来のための公共とスタンドフォートルースは徹底的な真相解明を求めるべく本日の凱旋を行うことにしました。また本日の自民党大会で改憲推進の方針が確認されたようですが、今そんなことをやってる場合でしょうか。何よりまず公文書改ざんの真相解明、そして改憲に割く労力があったらもっとさまざまな社会問題の対処にその労力を割いてほしい。安倍政権の優先順位はめちゃくちゃです。こんなめちゃくちゃなことがこのまままかり通らないようにみんなで今日声を上げていきましょう。よろしくお願いします。いこいこ。それでは、スピーチの方を始めていきたいと思います。まずはじめは、未来のための公共で普段は保育士さんをしている、町田ひろみさんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。未来のための公共で、そしてこの東京都内で保育士をしています町田ひろみと申します。2人の娘の母親です。皆さん、森友学園に関係する公的文書の改ざん問題、本当にひどいですよね。ひどい。私は削除された文書を読んでいて、良い土地ですから進めてくださいと昭恵夫人が言ったという箇所に目が止まりました。実は私の勤める保育園は、自分の頭で考え自分で行動できる子、自分も大切に人も大切にできる子という憲法の精神が入ったような目標を持つ保育園です。その私の勤める保育園は5年前に建て替えをすることになりました。市の境目にある保育園でしたので、移転をするなら市の真ん中に出てくるようにと言われました。市にそう言われたんですが、土地は自分たちで探せって言うんです。それで園長を中心に市内の土地を探したんですが、なかなか見つかりません。そこで再度市に相談すると、市の土地を貸してあげますよって言うんです。そこに移転したんですが、それまでの土地よりうんと狭くて、園庭なんて半分ぐらい。しかもそれまで払ってなかった土地の賃貸料を支払わなければならなくなったので、職員全員の賃金が削られ、その何年後かには社会福祉法人制度改革の影響で勤続年数が長い職員の給料が多くて月額2万5000円削られたんです。それがどうですか、安倍晋三内閣総理大臣様に傾倒し、教育勅語を読ませたり軍歌を歌わせたりする幼稚園には良い土地ですから進めてくださいになるんですよ。それでゴミがあったとして8億円値引きしてもらえるんですよね。そして都合が悪くなれば解散です。おかしいですよね。おかしい、おかしい。こんな政治許していいんでしょうか。知ってますか、この4月から学校教育の道徳が強化化され、心の中一人一人の気持ちにまで成績がつけられようとしています。教育を変えて憲法を変えて戦争できる道へと切り開こうとしているわけです。でもその道徳の教科書に嘘はついてはいけませんって書いてあるんですよ。子供たちには嘘はつくなって教えようとしながら、自分たちは嘘をつくなんて許されないですよね。子供たちには見せられたものではない政治です。私たちが痛い目に遭う政治はもうおしまいにしてもらいたいです。来週27日にはいよいよ佐川さんの証人喚問が実施されます。佐川さんには怖がらずに真実を述べていただきたいと切に願います。そして次は昭恵さんに登場してもらいたいです。先日18歳、昨日19歳になった娘が、民主主義っていらないと思うのって言うんです。どうしてって聞くと、だって何でも人数が多い方に決まってしまうからって。もうびっくりして、
日本は民主主義国家だと教わっているから多数決で決まっていくのが民主主義だって勘違いしているんですよ。そこで保育園で実際起こったこんな話をしました。鬼ごっこで自分ルールを作って仕切ってしまう A 君がいて、他の子もなんか嫌だなと思うけどそれを伝えるのが怖くてできないでいて、でもここで保育士がその A 君に勝手なことばかりしないのと言ってしまえば簡単なんですが、それは力の介入になってしまうので、私はそろそろ他の子が何か言うかなって様子を見ながら、他の時間に相手の意見を聞く経験や嫌なことは嫌だと伝えていいことを知らせてきました。ある日 A 君がいつも全部決めるから嫌だっていう子が現れて、話し合いが始まり、ちゃんと A 君も含めて新しいみんなが納得できるより良いルールを作っていったという話です。この話をして、民主主義ってこういうことだと思うんだって言うと、娘はそうか、じゃあ今の日本の政治は民主主義じゃないんだねって、その一言に何としても民主主義を取り戻さなくてはいけないと強く思いました。今話した保育園での話も、民主主義を守れないとそういう保育はできなくなるんですよ。だって安倍さんは先ほども話しましたが、自分でものを考えないようにする教育の学校や子どもの施設を作りたいわけなんですから、このままじゃ私の勤めるような保育園、いえいえ子どもに民主主義的解決ができる力を育てたいと保育する私なんて、保育士の資格を取り上げられてしまうかもしれません。もし私の担任にそういう子どもがいたら、私はこう言います。心臓くん、それはもうちょっとやりすぎだよ。みんなの話聞けないんだったら、ここから外れて頭冷やして考えようか。残念だけどもう終わりにしよう。皆さん一緒に声を上げ続けましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。普段保育士をされている町田ひろみさんでした。もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。続きまして立教大学教授の加山里香さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。加山です。ここにねいらしてる皆さんは、この森友学園の問題や加計学園の問題、あるいはねそのさらに前から秘密保護法とか戦争法とか共謀罪とかね、いろんな問題で今の安倍政権のおかしさっていうのを見てきたと思うんですけれども、でもね多分あんまりいろいろ社会や政治に関心のない人にとってはちょっとだけ分かりにくい今起きていることがね。それはどうしてかっていうと、今起きているこの公文書の改ざんなどの問題って、例えば誰か大臣がねこうポケットマネーにみんなの税金を入れて、それで豪邸を建てたとか大きな車買ったとか、そういう話ではちょっとないですよね。それだったらすごく分かりやすい。こんな私腹を肥やしてる人がいるっていうのはね、多くの国民がもうすぐに分かりやすいから怒ると思うんだけども、ちょっと今回の問題はそれとは少し違う。でもそれよりも私はずっと罪が重いというふうに思っています。先ほどねスピーチにもあったように、この問題、森友学園の問題、そもそもどうして起きたか。2014年に安倍昭恵さんが塚本幼稚園というところに出かけて行って、そこで教育勅語を暗唱して軍歌を歌う子どもたちに感動して、その頃から少しメディアなんかでは話題になりましたが、2015年になって産経新聞はそれをアッキーも官類愛国教育の幼稚園っていうですね大きな記事にしたんですよね。でそれを見てもう多くの人はこれおかしいなと思ったけど、でもその時はねそれだけでそのことをこう法律に違反してるとか言えなかった。本当はその時に安倍昭恵夫人がこれは夫もこの教育方針に共感しています、感動していますっていうふうに言った時に、もうすでにねこんな差別主義極右の総理大臣はいらないっていうふうに言ってよかったと思うんだけども、でもその時はまだ社会で急激に進む右傾化とか、あるいは安倍政権の高い支持率で声を出せなかった。でもやっぱりおかしかったわけですよね。去年になって豊中市議の追及や多くのジャーナリストたちや、あるいは野党の国会議員、あるいは地方の議員の皆さんたちのおかげで、この森友学園の問題のおかしさが明るみに出てきました。
でもそれでも解散総選挙が行われてしまった。そして今回ね、もう本当にこれがおかしい問題だったってことが分かったわけですよね。そうです。でね、私たちが求めるのは安倍政権の退陣だけではない。それと同時にこの森友学園の思想に共鳴した安倍さんの考えですよね。軍国主義あるいは排外主義、多くの人たちを差別したり優劣をつけたり、そして社会を分断して誰かを追い出そうとする、こういった安倍総理安倍政権の持っている考え方そのものをこの社会から消して、そして本当に私たちがみんな生きやすくお互いに協力し合いながら、弱っている人やこぼれ落ちそうな人がいたらお互い助けて協力し合って生きていける、そんな社会を作るところまで頑張らなければいけない、ね、そう思います。で、皆さんね、歴史の教科書などで鎌倉幕府が作られた年を記憶したと思います。1192年、いい国作ろう鎌倉幕府と思いましたよね。それでね、私たち本当にこれで安倍政権を退陣に追い込めたら、それから本当に私たちでみんなでいい国を一緒に作っていきましょうね。その時にこれ語呂合わせではないけど、いい国作ろう2018ってね、将来いつか歴史の教科書で若い人たちが暗記してくれる、そんな記念すべき2018年、あれから日本は本当にいい国になっていったねって言えるような、そんな2018年に今年という年をしていきたいなというふうに思っています。みんな一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。加山里香さんでした。すいません、今日本当にたくさんの方々に集まっていただいて、たまたま今日通りかかってこの集会が分かったんだっていう人もいると思うんですけど、お店の前の出入り口ですね、あると思うんですけど、そこをなるべく塞がないように、できるだけ歩道で見てる方々もよかったら中の方に入ってしまって、時間があるんでって方は、そしたらその時に外に出ていけばいいんで、できるだけ歩道にいる人も中に入ってください、お願いします。というのと、あと他ありますか？大丈夫ですか？そしたらまたスピーチを続けていきたいと思います。今度は、明治学院大学で大学生している阿部さくらさんです。よろしくお願いします。はい、今年の春、3月に明治学院大学卒業しました阿部さくらと言います。よろしくお願いします。正直ここ最近、私自分のことでいっぱいいっぱいで、世の中で起きていること一つ一つに目を向けたり、自分の意見発言する余裕がありませんでした。今もあんまりありません。でも森友問題に関する文書改ざんのニュースを知った時、都合の悪いことはなかったことにしても、国民のことは未来の人たちのことはごまかせると思い込んでいる人たちが政治家やってるのか、バカにされたなと思いました。ダメなことはバレないようにして隠したい気持ちは分かります。過ちを認めて謝るということが難しいってことも知ってます。分かるけど、でも今私は怒っていると今言わなければいけない、そう思ってここに立つことを決めました。なぜなら相手が私たちの代表をして仕事をしている政治家だからです。私たちのお金の使い方、生活に関わることを決める、私に関わることを決める力を持っている人たちだからです。そんな人たちが自分よりも弱い立場の人に責任を押し付けて、俺関係ないよ、俺何にもしてないよ、俺何も悪くないみたいな顔してる。私自分のことが大事でわがままなんで、あんな人たちに自分の生活に関わることを決めさせるわけにはいかないんです。何よりも私を虚しく、そしてムカつかせていることは、言葉が空っぽになっているということです。議論することを放り投げて、空虚な言葉だけが投げ飛ばされて、それが落ちて消えていく、それを見続けるのはもう終わりにしたいんです。あの人たちは自分の言葉に責任を持つことなく、自分の発した言葉によって人を追い込み、傷つけてきたことに対して何の反省もなく、その場をすり抜けるだけだけに言葉を使い、それでいいと思ってんだな。ああ、一体私何を聞かされてるんだろうって何度も思いました。
私が聞きたいのは本当の話です。本当の話をさせたくない人たちの圧力は計り知れないし、それに抵抗することはきっと大変なことだろうけど、本当の話を彼らにさせなくてはいけません。そうでなければ言葉が意味を持たなくなります。何でもありになってしまいます。それでもあの人たちが言葉を守ること、真実を明らかにすることを放棄するのであれば、私たちは一人一人が言葉を紡ぎ、彼らの言葉ではなく私たちの言葉を残していかなければなりません。私には地位も権力もお金もない。だけど言葉があります。この一人一人の言葉は権力者にとって怖いもののはずです。だからこれまでも言葉を押さえつけようと何度もしてきたのでしょう。過去の人たちがつかみ取ってきた言葉をここで私は手放すわけにはいかないのです。私一人の言葉には、ここにいるあなたの言葉には十分な力があるのです。ちょうど改ざんの問題があらわになったとき、私は旅行に出かけていて日本にいませんでした。パソコンの画面を通して国会前のデモの様子を見て、今すぐそこに行けないと気がついたとき、そこにいる、そこに立っているということが持つ力の大きさを感じました。この態度そのものが言葉だと思いました。私は私でない誰かに伝わる言葉を探し続けています。それはいつも一緒にいる友達でもあり、今そこを通り過ぎたあなたのことでもあります。伝えたいことがうまく言えなくて悔しくてたまらなかったことがあります。自分で話していることが自分の本心なのか分からなくなった時は怖くなりました。自分の言葉に責任を持てるか不安になり、語ることをためらったこともありました。しかし私は諦めることができません。それならばとにかく今私にできること、不格好でもいいから自分の言葉を形にして、そのことから始めるしかないんだなと思ってます。怒ってる、その一言にも大きな力があります。自分の言葉を発することはたった一言であっても勇気が必要です。楽なことではありません。友達たった一人をデモに誘うことについてたくさん悩みました。自分の言葉を持ち続けるということは想像以上に根気のいることでした。でもそれでも積み重ねては壊して、悩んでは進んで、疲れたら休んで、気を許せる友達にこのモヤモヤする気持ちを話したり、音楽聴いたり、本読んだり、力蓄えて、またできることをできる限りに続けていくことが今ある現状を確実に変えていくでしょう。これまでもそうであったように、私は4月から大学という場を離れて会社で働きます。新しい環境になって自分がどんな風に変化するか不安でたまりませんが、それでも何度でも思い出したい。私には言葉があるということを、私の言葉が、あなたの言葉が、今日ここに集まった一人一人が作り出したこの光景が、未来の私の、そしてあなたの、そしてまだ一人でもどかしい気持ちを抱えて一人でいる誰かの、その誰かの勇気につながることを願ってスピーチを終えたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。大学生の阿部さくらさんでした。本当に公的文書を改ざんするなとか、答弁で嘘をつくなとか、なんでこんな当たり前のことを言わなきゃいけないんだろうって思いませんか？当たり前の話ですよね。皆さんの会社でどうですか？決裁文書って言ってね、値引きをまあ実際にしたわけですけれども、それが何バージョンも出てくる。決裁っていうのはこういうことありましたってことを決めて済んだって話でしょ。それが何バージョンも次から次へと出てくる、意味がわからないじゃないですか。このことを許し続けてたら今のこの日本社会の底、これ崩れちゃいますよ。ここでまあそんなこともあるよなと、権力握った政治家っていうのは8億円値引きしたりとか、一度書いた公的文書改ざんしたりするよなっていう風に諦めてしまって起こらなかったら、どこまでもどこまでもこの社会壊れてきますよ。これ許しちゃいけないでしょ。ということでね、まあ日曜日のね昼間に何騒いでんだっていうね、たまたま通りかかってる人もいると思います。でも怒らずにいられないんですよ。この社会は為政者のための社会じゃないでしょう。今日ここにたまたま通りかかってる人たち、今日ここに集まってきてる人たちのための社会じゃないですか。一部の人たちのためにね、官僚に忖度させて
土地を値引きさせて、でバレそうになったらなかったことにする、一部の官僚のせいにして尻尾切りしようとする、そういう人たちにこの国の政治任せるわけにいかないでしょう。公的文書を改ざんするなっていうのは、もちろんこの中にね、安倍さん自民党のことを支持してる人もいると、それは分かりますよ。でもね、これ政治信条の話じゃないんです。もし仮にね、今この野党が同じことやったら怒り狂うでしょう。公的文書を改ざんするな、値引きをさせるな、官僚に忖度させるな、当たり前のことじゃないですか。これきちんと抗議の声上げていきましょう、皆さん。ということで、ちょっと短いんですけれども、皆さんお手持ちのプラカードそれぞれあると思います。プラカードとか、のぼりとかあるのかな。それをちょっと上に掲げてもらっていいですか。すごいです、ありがとうございます。で、ですね、新聞の方、メディアの方、今撮るチャンスなんでよろしくお願いします。ちゃんと撮ってください、お願いします。で、このままの状態でちょっとだけですけど、コール&レスポンスをしていきたいと思います。公的文書を改ざんするなって言ったら、皆さんそれに返してくれますか。お願いします。公的文書を改ざんするな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 。嘘をつくな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 。本当のこと言え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 。ありがとうございます。公的文書を改ざんするなんて当たり前のことです。どういう政治信条を持っててもやっちゃダメなことということで、これからはですね、いろんな政治家の人に来てもらってるんで、スピーチをしていってもらいたいと思います。その前にちょっとアナウンスがあるみたいです。そう、前の方でプラカード持ってる方、ちょっと後ろの方から見えないという声があるんで、少しかがんだり座ったりしてもらえると助かります。あと沿道にいる方もどんどん中に入ってください。後ろの人見えなくなっちゃうんで、どんどん中に入ってください。お願いします。続きまして、続いてと思います。共産党の委員長の椎一夫衆議院議員です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。日本共産党の椎一夫です。今日はたくさんの皆さんお集まりいただいてます。森友公文書の改ざん事件、国民の皆さんの怒り沸騰してますね。公文書の改ざん、なんで問題なのか。公文書っていうのは国民の皆さんの知的共有財産です。公文書を見て国民の皆さんは行政の検証したり、行政の監視したりする。それが書き換えられてしまったら、国民主権が成り立たなくなるじゃありませんか。そしてその改ざんされた文書が国会に提出されて、嘘の資料で国会が汚されていた、こんなことが許されたら議会制民主主義が成り立たなくなるじゃありませんか。ですから皆さん、安倍総理は知らなかったと言っている。知ってたらすぐアウトですよ。しかしこんな大事なことを知らなかったら、これも行政の最高責任者としてアウトじゃないでしょうか。責任を取って
内閣を総辞職してもらおうじゃありませんか。あさって佐川前長官の承認喚問です。政府与党は全部を佐川さん一人の責任にして、財務省の責任にして逃れようとしている、卑怯じゃないですか。言ってもない。ぜひあさっての承認喚問では真相を語っていただきたいと思います。どうぞ。前川前文部次官は役人辞めたんだから自由に発言できる、佐川さんにはこれからの人生あるんだからちゃんと本当のこと喋った方がいい人生を送れますよと言ってる、私もそれを言いたいと思います。そして皆さん、佐川さんだけではなくて昭恵さん、迫田さん、谷さん、疑惑の当事者に全部出ていただいて真相究明やり抜こうじゃありませんか。皆さん、この問題、あの改ざん前の文書で、この土地はいい土地だから前に進めてくださいと昭恵さんが言ったと籠井加さんが発言したということが書いてありますね。これが大問題になってます。安倍首相は家に帰って妻に聞いたらそんなこと言ってないってよ、弁解してます。家庭内の会話が証拠になりますか。なりませんよ。野党の議員が籠井加さんに接見してこれ事実ですかと聞いたら、籠井加さんは間違いなく事実だと答えました。正直だね。皆さん、どちらが本当のこと言ってんのか、これ確かめようと思ったら昭恵さんに国会に出てきていただいて、陳蔵さんを通しての間接話をじゃなくて直接話をで語ってもらおうじゃありませんか。皆さん、間違いなく言えることが2つあるんですよ。一つは皆さん、財務省はこの森友案件を安倍案件、安倍首相夫妻が関与している特別な案件だと認識し、そういう案件としてこれを処理していたという事実であります。我が党の小池晃書記局長が、昭恵さんはなんで国会議員でもないのに何度も何度も文書に出てくるんですか、こう聞きましたら、理財局長の答弁は総理夫人だからです。正直な答弁ですね。総理夫人だからこれに書かれている。それは皆さん、財務省がこれは安倍首相夫妻の関与した特別な案件だから特例的な処理をしてくださいなと言ったことを証明してるじゃありませんか。もう一つ間違いない事実があります。あの改ざん前の文書を見ると昭恵さんが出てくると、この特例的な取引がごろっと前に進むんです。当初は近畿財務局はこの特例的な貸し付け拒否していた。ところがあのいい土地だから前に進めてください発言のあと1ヶ月経ちましたら、協力させていただきます、態度が180度変わった。皆さん、この2つの事実を見てもなお関係ないと指導を切り続けることはもはや許されるものじゃありません。皆さん、全ての関係者が出てきていただいて真相を究明し、この国に民主主義を取り戻そうじゃありませんか。もう時間がなくなりました。最後に一言、今日の自民党の大会で安倍首相は憲法9条に自衛隊書き込むんだ宣言したそうであります。自衛隊の違憲論争に終止符を打つ、こう言いました。しかし今問われているのは
自衛隊が意見か合憲かじゃない、海外で戦争をやっていいか悪いかじゃないでしょうか。そして皆さん、私が言いたいのは、安倍首相、憲法を語る資格があるかってことです。機密を安保法制、共謀罪、そして今度の解散、どれもこれも全部憲法違反じゃないですか。憲法を壊してきたそういう首相に憲法を変える資格はない、憲法を語る資格はない。やるべきは憲法を変えることじゃなくて総辞職だということを私は言いたいと思います。そして皆さん、安倍さんを辞めさせていい国作ろうじゃありませんか。みんなで良い国作ろうじゃありませんか。女性も男性もお年寄りも子供も全部、全ての国民が尊厳を持って生きることができる新しい日本をご一緒に作っていこうじゃありませんか。私たちも頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。共産党から椎和夫さんです。ありがとうございました。もう一度大きな拍手お願いします。もう一回じゃあアナウンスするんですけど、歩道の方、お店の前に立って立ち止まってる方いると思うんですけども、歩行者の方が通りづらくなっちゃったりするので、できるだけ中の方に入ってください。お話聞かれるという方は中の方に入ってください。よろしくお願いします。続いてお願いします。立憲民主党の副幹事長です。篠原豪衆議院議員です。よろしくお願いします。どうも皆様、こんにちは。立憲民主党の副幹事長を務めております衆議院議員の篠原豪でございます。今日はですね、党を代表して皆さんにエールを送りたいと思ってやってまいりました。今ですね、お話がありました通り、安倍さんが総理になって政権を担うようになって、もう行政はガタガタですよ。民主主義の危機、間違いない、もうそう言っても過言ではない状態だと思いませんか。先ほど公文書の話されてましたけれども、公文書はなぜ大事かといえば、健全な民主主義を支える根幹であり、国民主権の理念を全うする、それをですね支えて、将来の国民に対してきちんと説明する責務を全うする、乗っ取ってねやっていくということだから大事なんだという話です。でこれは何も安倍政権になって問題になっているのは森友の問題だけではありません。皆さん覚えてらっしゃるかもしれませんが、今国会は働き方改革を目玉にしてやっていこうという話がありました。残業時間のデータどうでした。解散、全然事実じゃなかったじゃないですか。そんなものに基づいて法律を作るんじゃないということであります。影学園の問題、総理のご意向と書いたメモが出てきたんじゃないですか。萩生田副官房長官発言誤解をこの4月までに開けなければいけない、そんなことを最初から言ってたんじゃないですか。言えばねキリがないんですよ。 TPP の問題、皆さんから本当にこの国の将来どうなるのか、どうなっていくのか、それ見て議論しましょうよと言ったら、出てきたのはノリ弁ですよ。ノリ弁、ノリしかない。何見てやればいいのか。これも行政文書ですよ。そしてまあいろいろありますけれども、甘利さんという UR の問題覚えてらっしゃいますか。これも国土交通省の書類がないないって言うんですよ。出てきたのは UR からです。このね、安倍政権になって、だから何が問題かというと、国民の皆さんに対してしっかりと物事を説明をせず、自分たちのいいようにやってることも隠してやってるんじゃないか。そしてこの1年間、先ほど C さんおっしゃってましたけれども、もう本当嘘のデータを真実としてね、国会が1年間ずっと議論してきたわけです。皆さん、この1年間で解散総選挙あったじゃありませんか。政権を選択するときに事実でない嘘のものを事実として、そして解散をして、
我々野党は惨敗をしました。その結果一強政治がまさにどんどん強くなって、この有様ですよ。もうもはや我々はこの安倍政権の今の状態を許すことはできません。できない、できない、絶対に許してはいけないということで、皆さんと共に倒していきたいと思っております。そして最後会見の話を私も少しさせていただきます。憲法はこの国民の、我が国の国民をまとめる、まとめていく土台です。国の安定を支える礎です。九条のような国論を二分するような話を、これを会見で決めてってしまえば、この国の国民が分裂する誘因を作ってことになるではないですか。そんなことを認めてはいけない。発議をするのは国会です。立法府の長が自分の任期を3選にまで伸ばしてまでこの期間内にやりたいのか、それして内容も自分がやりたい4項目、緊急事態条項、9条2項、これだって9条2項だって本当は前の合憲解釈にしてから仮に話をするとしても、そこからやらなかったらおかしな安保法制に合わせて会見するということになるわけじゃないですか。こういったことがあるので、私たちはしっかりとした議論を今野党の中でやっていって、まあ、そろそろ時間でやりますので、まあ本当にね、皆さんと力を合わせて安倍政権を倒していきたいと思います。そのためには皆さんの力が必要です。27日のいよいよその承認喚問も、これも皆さんと共に獲得したそういった承認喚問であります。その先にまだ入り口と入り口でありますので、ぜひこの安倍政権と繋がっていく、そのことをもう一度私たちもお約束をさせていただき、共に戦わせていただきたいと思います。立憲民主党の篠原豪でございます。どうもありがとうございます。ぜひ一緒に戦いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました、続きましてもう一方、政治家の方からスピーチをしていただきたいと思います。民進党の、小川俊夫参議院議員です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。いやー、ひどい話ですね。国が公文書を偽造して国会で嘘の答弁をしてきた、日本が狂っちゃいますよ。これだけじゃないんですよね。森友の会議に隠れて今話題にならないけど、あの働き方のこの調査、残業代をなくしたそういうシステムにした方が働く時間が減るんだ、ありえないですよ。安倍総理はそういうデータがあると言った、そのデータがデタラメなんです。ひどいですよこれは。なんでこんなに行政が腐っちゃったんだ。上悪いからですよ。上の上の安倍が悪いからですよ。憲法違反を勝手に合憲だと変えちゃった。自衛隊が海外で戦争できる法律を平和法案だという、残業代払わない働き方を働き方の改革だ。こんなに言うこととやることが全く違う。まあこの森友問題でもですね、安倍総理言ってましたよ、親切に丁寧に説明する、そう言って選挙をやった。だったら行政の説明嘘だったんだから、選挙をやり直してくださいよ。消費直じゃ足らない、即刻選挙をやり直して国民の本当の正しい声が反映できる、そういう議会に戻そうじゃありませんか。まあ森友、佐川さんの承認喚問ありますけどね、佐川さんは公文書を改ざんして国会でその答弁をした、どうもそのようだから悪いことだけど、でも佐川さんだけで終わらせちゃいけないんで、もっと問題はなんで、誰を守るために書き換えたんだ、誰を守るために国会で嘘をついたんだ。わかりますよね。まあ今日ね、
テレビ放送で自民党の議員が言ってました。安倍昭恵さんが関わった証拠なんか何にもないじゃないか。そうですか。安倍昭恵さんの国がつけた秘書がまさに払い下げの総元締めの心理室秘書のところに行って紹介してるじゃないですか。鴨池さんのこの気持ちを全部文書で出して、で返事が来てるじゃないですか。その返事を安倍昭恵さんにも伝えましたと言って鴨池さんに連絡している。まあ秘書がね勝手にやったことだと言って知らん顔してるのが政府だけど、ありえませんよ。秘書はちゃんと使えてる人の意向を受けて動くんです。まあしっかり佐川さんの証人喚問はこの森友の不正、誰が裏で動かしたんだというこの大きな構造を解明する入り口ですから、しっかりこの国民を騙すような政治、そして国民の財産を一部の人にただ同然で払い下げてしまうような、あるいは賭け問題のように安倍さんの総理のお知り合いの人が初任科を受けて学校を作れる補助金をたくさんもらうというような、そんな内輪だけの政治やめさせましょう。まあ安倍政権になってね、え賃金は実質的に下がり続ける。私に安倍総理に質問しましたよ。エンゲルケースが上がってるんです。中学校の入学試験でエンゲルケースが上がってる時は生活が良くなったと書いたら罰ですよ。でも安倍さんはエンゲルケースが上がってるっていう客観事実があるからこれは否定できない、否定できないからなんて言った、生活スタイルが豊かになったから。中学校受験でも落っこちるようなことを国会で堂々と言って、都合が悪いことは開き直っちゃってるんです。全て都合の悪いことは開き直っちゃって、口ばっか丁寧に丁寧にというそういう安倍さん、終わらせなくちゃ日本は真っ暗になっちゃう。いつから日本は独裁政治になって権力者のための政治になってしまったんだ。今こそ政治をしっかり元に戻さなくてはいけません。野党がしっかり力を合わせてこの森友問題、そしてないようなゴミがあると言って、会計検査院もないと言ったゴミがあると言って嘘をついた、この行政が歪んでしまった行政をしっかり正して、政治は国民の皆さんの生活を安定させること、豊かにさせることですよ。総理大臣やその周辺がだけがいい思いをするようなら、そんなのは政治じゃない。皆さん力を合わせて正しい政治、国民のための政治をしっかり取り戻しましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。また続きまして政治家の方からスピーチしていただきたいと思います。自由党東京都第一首相主義代表の野沢哲人さんです。よろしくお願いします。おはようございます。皆さんこんにちは。自由党統計総支部長野沢哲夫と申します。23日衆議院の3先生が籠池さんに接見してまいりました。そして26日月曜日参議院の先生が籠池さんに接見してまいります。籠池さんは23日言ったそうです。この土地はいいからぜひこの土地で進めてくださいと安倍昭恵さんは言ったと言いました。ところが安倍総理は言います。この土地はいいから進めてくださいとうちの妻は言っていませんと。二人とも安倍昭恵さんから聞いているんです。どっちが正しいでしょうか。これはもう籠池さんは
承認喚問をいたしました。安倍昭恵さんも国会承認喚問で事実を述べていただけたらと思います。いかがでしょうか。そして安倍昭恵さんは承認喚問に出るべきだというデータが世論調査ですが 65.2% の方がそう思っております。そして今度の月曜日26日参議院予算委員会で安倍総理の集中審議を行います。何としましても安倍総理を徹底的に質問攻めにしまして辞任に追い込みたい、皆様と同じような考え方じゃないでしょうか。そして27日には佐川さんの国会承認喚問があります。参議院で午前中、午後に衆議院です。佐川さん理財局にばっか責任を押し付ける、これはどうなんでしょうか。その誰の指示で何でこのことをやったのか、この徹底的な原因追及をしなくては本当にいけないと思います。昨年の2月17日安倍総理が言いました。この件に関して私と妻が関与しておりましたら総理大臣も国会議員を辞めると関与してるじゃないでしょうか。もう何としましても安倍総理辞めてください。これが皆さんと同じ考え方だと思います。今日25日自民党党大会におきまして自衛隊の違憲立法に対して終止符を打つと、憲法9条に自衛隊を明記するということを考え方を安倍総理は発表いたしました。憲法改悪を何ともしたいと、この意思宣言、憲法9条に自衛隊を明記するということは安全集団的自衛権の明記と全く同じことであります。災害のための自衛隊でもない、国内防衛のための自衛隊でもない、戦争に行ける自衛隊にしてしまうということであります。こんなことは何としましてもやめなくてはいけない。嘘で塗り固めたこの内閣、何としてもこのことは止めなくてはいけないと思います。昨年私たちはみんなで憲法53条にのっとりまして臨時国会の召集をお願いいたしました。しかしその召集のきっちりとした条件を満たしてもかかわらず安倍総理はそれを認めませんでした。その後臨時国会を召集した後冒頭で解散をしました。1年間いろんな空転虚偽いろんなことがあったにもかかわらずこの内閣が成立している、これは全くおかしく本当に許してはいけない、正当性のない内閣じゃないかということを皆さんと本当に意見を一致したいと思っております。戦争はいつも嘘と捏造から始まります。イラク戦争、トンキングマン事件、必ず嘘と捏造で始まりました。そんな国にならないための皆様と一緒にやっていきたいと思っております。今回この佐川さんの国会承認の後、安倍昭恵さんの承認喚問、そして今井首相補佐官の承認喚問、そして9億円の減額をいたしました理財局の迫田さんの承認喚問、そして安倍夫人の谷彩子さんの承認喚問、ここまでを何としましても皆様と一緒に行うことによってこの安倍内閣総辞職をしたいと、必ずしたいと思っております。これから内閣支持率は朝日のデータでは 82% まで安倍総理はもう責任を取るべきだというデータも出ております。この安倍内閣森友事件、これは完全なる安倍総理の非常にレベルの低い、誰か特定のお友達のために国民の財産を譲渡した、このことに私は他ならないと思います。何としましてもこの問題解決いたしまして、皆さんと一緒に安倍政権を総辞職に追い込みたい、このことももう少しだと思います。頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。今のことなんか知らない。続きまして社民党から佐藤あずさ市議会議員です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。
会議員の佐藤あじさでございます。今回の問題、国会だけじゃない地方議会にも大きな影響がある、そのことを皆さんにお伝えしたくてやってまいりました。今日本当にたくさんの人がこの新宿伊勢丹の前に集まっていらっしゃいます。とってもびっくりしました。私いつも新宿に来ると初心を思い出すんです。なぜか私は今から14年前、ふるさとの岐阜県から大学進学で上京して初めて住んだ東京の街が新宿でした。その19歳のまっさらな状態の私が見た東京、この新宿の街、とても懐が深くて可能性に満ちた街だったんです。ここ伊勢丹前のようにキラキラして光が当たってみんなが楽しそうにお買い物主に歩いて行ったり、本当に生き生きした街だなって思いました。でも地下通路に行くと、あるいはガード下を通ると、段ボールを敷いて新聞紙をかぶって路上生活をしている方がいました。雪の降りしきる日に新宿の西口に行けば、一生懸命一心に靴磨きをしている方もいました。同じ街で同じ人間として私たちはみんな生きている。でもそこには格差がある、貧困がある。その格差や貧困をどうやったらなくせるんだろうかって19歳の時思いました。私たちが生きていく中で、働いていく中で、自分の力ではどうにもならないっていう困難に巡り合った時、それを助けてくれるのが公共の力であって政治の力であるって思ったんです。だから私は政治家になろうって思って今地方議員をやっています。でも地方議会とっても大変です。何が大変か、国があらゆる制度をデザインして制度設計、方針、政策を作って地方に下ろしてくるんです。地方自治体はそれをもとに様々な事業を計画して条例を作って公共サービスをやっていくんです。だけど安倍政権になってからよく聞く言葉がある。自己責任、自助、皆さん自助、自ら託すと、自ら助けると書いて自助ですね。自助、公助、共助、これに加えて互助、互いに助けるという言葉が地方自治の中でよく聞くようになりました。互いに助ける。少子高齢化で人口減少だから財源が足りないんです。社会保障費が大変なんです。だから国民の皆さん、自分たちで助け合って何とかしてくださいねって言うようになったんです。高齢者福祉の現場がそうです。子どもの貧困の現場だってそうです。今子どもの貧困っていうから、ボランティアで子ども食堂をやってくださってる国民の人がいる、市民の人がいる、ありがとうございます。元気な高齢者の皆さん、病気の高齢者の人を助けてあげてくださいね。介護保険の住民主体の支援っていうのがあるんです。おかしいですよ。何のために税金払って私たちここにいるんですか。公助、公的な責任が後退するんじゃないかっていつもとっても心配なんです。私たちが一生懸命毎日自分のために、家族のために一生懸命働いて税金を納めてやってる中、何ですか今回の問題は。私たちの公有財産である土地をただ同然の価格で払い下げる問題が起きた。しかもその経緯を記している公文書が14文書、およそ300箇所にわたって改ざんされた。なぜかそこに与党の、政権与党の政治家の名前があったからじゃないですか。それを覆い隠すために改ざんがなされたんじゃないですか。こんな政権のどこを信じて私たちはこれから税金を納めたり選挙に行ったりすればいいんですか。もっと怒っていいんですよ皆さん。もう我慢しなくていい、怒りましょうよ。昨日アメリカでは銃規制の強化を求めて、もう銃社会なんてこりごりよねって言って、高校生が中心になって全米各地で大規模なデモがあったんです。そして一昨年、お隣の韓国ではパク・クネ元大統領に向かって、国家権力を私物化するなって言って100万人の市民が大規模なデモをやったんです。
国民を舐めるなってことをみんなが言ってるんですよ。そうだそうだ、次は日本の番じゃないですか。そうだ、もっと怒っていい、みんなもっと怒っていい。どうしてまだ麻生財務大臣辞めてないんですか。民間企業だったら部下がやったんです、私は追及します、その責任がありますって言って居残るんですか。記者会見開いて申し訳ありませんって言って辞めるんじゃないですか。安倍政権は一強のおごりだと言って数の力で憲法違反だって言われたって、安保法を成立させたり共謀罪を成立させたり、私たち国民がこうやって声を上げようとしたらそれを制圧するようなことばっかりやってきたんですよ。もう許せない、退陣させよう、退陣させなきゃいけない。私は今地方議員として本当に怒ってます。政治は私たち国民一人一人、あなたの生活、あなたの未来、そして私たちの子供たちの未来をもっと安心で希望があってそして平和なものにしていくために、そのために政治があるんです。今日自民党大会が開かれて改憲案が示されたそうですね。権力っていうのは暴走するからそれが起こらないように憲法で権力を縛ってるんですよ。暴走しないようにって重しになってるのが憲法なんですよ。それを変えたい人たちっていうのはどんな人たちですか。都合の悪い人たちですね。権力を持っておごって暴走してそれを変えさせようとする、憲法を変えていって自分たちの欲しいままに政治を動かそうとしている、そんな人たちが安倍政権です。麻生財務大臣は辞任せよ、安倍内閣は遜色せよ、みんなで追い詰めましょう。ありがとうございました。社民党から佐藤敦市議会議員です。皆さんもう一度大きな拍手お願いします。ここまでが一応政党からのスピーチということでした。最後佐藤さんも言ってましたけど、もっと怒っていいってことだと思います。公的文書っていうのは国民がね、議会制民主主義で国民主権で、ここに今日集まってる人たち、たまたま通りかかった人たちが政治の主権主体で、政治家っていうのはそれを代弁するものだ、そして国会の中で議論する、そのためにその議論する礎としてあるわけでしょ。その公文書を勝手に変えていいなんてことになったら、これ民主主義国家として破綻してるじゃないですか。これは許せない。そして今までね、立憲民主党、民進党、共産党、社民党、自由党さんからお話ししていただきましたけれども、そういう政治を変える主体っていうのは今日壇上に上がったような政治家の人たちじゃないんです。今日ここに集まっている人たち、たまたま通りかかっている人たちの声が、一票が政治を変えるんです。もっと怒っていきましょうよ。こんな政治おかしいでしょ。ということで、何度も何度も申し訳ないんですけども、あ、おるよ、あ、ごめん。もう一回ですね、プラカード、お手持ちのプラカードを上に掲げてほしいんですね。すごい光景です。ありがとうございます。もっと高く上がりますか。その状態でもう一回コールをしていきたいと思います。さっき公的文書の話だけじゃなくて値引きの問題もありました。森友の土地の値引きの問題、国有地っていうのはこの国の土地でしょ。ってことはつまり僕たちの土地なんですよ。それをただ同然で売り払っちゃう、おかしいでしょ。おかしい。僕らが毎日払ってる税金が不当に使われたってことですよ。みんなの暮らしに税金使えって話でしょ。一部の人たちのための、一部の人たちの生活のためにじゃなくて、本当に困ってる一人一人のためにみんなの税金使ってもらいましょうよ。ちょっとだけですけどコールしていきたいと思います。みんなの暮らし税金使え、みんなの暮らし税金使え、
みんなの暮らしに税金使え。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 公的文書を改ざんするな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 。嘘をつくな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 。本当のこと言え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 。公的文書を改ざんするな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 。みんなの暮らしに税金使え。みんなの暮らしに税金使え。みんなの暮らしに税金使え。税金使え。嘘をつくな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 。公的文書を改ざんするな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 。文書改ざんするな。公的文書改ざんするな。ということで皆さんもっとおごっていきましょう。自分の家で駅前で職場で学校でおごっていきましょう。こんなことあったよってちゃんとこれを知ってくれってこと言っていきましょう。今日今壇上に上がってる政治家の人たちだけが頑張るんじゃなくて今日ここに集まってるみんなで頑張りましょう。よろしくお願いします。すいませんじゃあありがとうございました。いいですか。野党の人たちも頑張ってください。ちゃんと国会で追及してください。よろしくお願いします。続きましてですね、政治家の方だけじゃなくて通りすがりの会社員の方も捕まえてきました。通りすがりの会社員の方にはスピーチしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。たまたま通りかかったものです。この問題すごいムカついてたんで友達とかにこれおかしいだろうって言いたいと思ってました。今日はせっかく多くの人が集まってくれてるのでちょっとだけ話したいと思ってこの壇上に上がらせてもらいました。私は33歳男性会社員です。去年妻と結婚して妻と豊島区で2人で住んでます。毎月家賃を12万円払ってます。あと保険証のために何でしょう、社会保険料会社がなんか半分出してくれてるのでいくらか細かい額は分かりませんけど多分1万8000円とか9000円ぐらい多分払ってるんだと思います。あと年金のために毎月1万5590円多分払ってます。あと NHK にもなんかちょっと不満あるんですけれども一応払ってます。で毎月食費が3万円ちょいかかります。であと奨学金を毎月2万5000円ぐらい返してます。つまりこれどんどん積み上げていくと別に特に面白いことしなくても普通に生きていくだけで毎月20万円ぐらいかかります。1年間でどんなに切り詰めても多分200万円ぐらいは生きていくためだけにかかります。1年間で200万円だから
20年間生きたら4000万ぐらいはどう考えてもお金がかかります。で、そういうふうにして私は生きています。多分ここにいる人、今日ここを通ってる人たちも大体めちゃくちゃ金持ちな人もめちゃくちゃお金ない人もいるかもしれないけども、大体それぐらいのお金はかけて生活してると思います。税金めちゃくちゃ高いですよね。年金めちゃくちゃ高いですよね。生活苦しいですよね。じゃあなんで安倍総理の支援者で、安倍総理の妻のお友達で、安倍首相万歳、安倍首相万歳って幼稚園児に言わせてるやつは8億円もただで土地もらえるんですか。8億円ですよ。年間200万で生活してる人たちが何百年暮らせるんだっていう額ですよ。ここにいる私の生活、あなたの生活、400人の生活の何十年分ですよ。たかが8億円なんてもんじゃないですよ。大事な大事な8億円。この8億円があったら、この国もっと良くできるじゃないですか。数年前にニュースでやってました。北九州市で生活保護を受けたいのに受けられない。水際作戦で生活保護を受けられなくて、最後餓死してしまった男性。死ぬ直前に自分のノートに、握り飯が食べたいって言って、亡くなっていきました。僕そのニュース見た時に、なんてひどい国になっちゃったんだろうと思ったんですよ。たった一人の男性が最後おにぎりすら食べられなくて餓死して亡くなってしまう。その人たちを見殺しにしてしまう。そんな国に私たち今生きているのに、なんで8億円みんなもっと怒らないんだ。本当だ。僕たちはこの8億円、たかが8億円じゃなくてもっともっと怒っていいはずです。8億円あったら保育園も幼稚園ももっとたくさんできるし、保育園と幼稚園あったらみんなもっと働けるし、貧しい人のためにもっとちゃんとした政治できるし、もっともっと住みよい国にできるはずじゃないですか。みんな本当に悔しいはずなんです。だったらそんなこんな無茶苦茶な政治終わらせるためにみんなで頑張りましょう。お隣の国で、韓国ではマイナス12度でめちゃくちゃ寒いのに、毎日大統領府を抗議のデモ隊が120万人集まって大統領を辞めさせましたよね。あの時一番最初怒ってた人たち、何に怒ってたかって言ったら、大統領が大統領のお友達の娘を名門女子大学に裏口入学させた、それおかしいだろっつってみんな怒ったんですよ。でも多分僕ら日本人からしたら正直もう慣れすぎちゃってて、そんなんよくある話じゃん、全然大して問題じゃないじゃんって思っちゃうんじゃないですか。だから8億円こんなに不正なことやられてもみんななかなか怒んないのかもしれないですよ。でもお隣の国では大統領が友達の娘を不正入学させただけで取り囲まれて大統領辞めさせられちゃいましたよ。だったら僕たちもっと怒ってもいいはずですよ。みんなで怒ってちゃんと集まっておかしい政治やめさせましょう。一応会社員なんでちょっとだけ会社員っぽいこと言わせてください。今回総理大臣が別に直接文書の改ざん命じたわけじゃないんだから、総理大臣そこまで悪くないんじゃないのっていう人、僕の友達にもいます。でもそんなの絶対おかしいです。なんでか、例えば銀行で銀行のトップ頭取のために、頭取のお友達のために銀行の支店長が勝手に8億円貸した。そしたら支店長は当然クビだけど、銀行の頭取トップだって責任問われますよね。だって得してんの頭取じゃないですか。安倍首相万歳、安倍首相万歳って言わせてた園長、幼稚園児に言わせてた園長、その園長から支援をされている小学校に自分の名前を付けさせているような総理大臣が部下のせいにして8億円みんなの税金から取ってったのに、私は知りませんなんて、そんなんですまずないじゃないですか。しっかり責任取らせましょう。しっかり責任取らせるためにみんなで頑張っていきましょう。ありがとうございました。
新宿の皆さん、こんにちは。こんにちは。諏訪原って言います。1992年生まれの大学院生です。今ここを通ってる方は日曜の昼間からこんなに人集まって何やってんだろうって思ってる人もいるかもしれないですけど、僕も日曜の昼間からなんでこんなことやらないといけないんだと思ってます。神様のせいだよ。でも今話題になってる森友学園の問題とか公文書改ざんの問題とか、あるいは全然反省しない政府とか、そういうもののために僕は声を上げないといけないと思って、日曜の昼間だけどスピーチしたいと思います。僕なんか今回の問題見てると、この社会は、あるいはこの国家は、そしてこの政府はどうしてこんなに冷酷なんだろうって思うんですよね。今回の問題である財務省職員の方が自ら自分の命を絶つという選択を残念ながらしてしまいました。彼が残したメモに何て書かれていたか、勝手にやったんじゃなくて財務省からの指示があった、このままでは自分一人のせいにされてしまう、最後冷たいって書いてあったんですよ。彼がどんな思いでこのメモを書いたのか、どんな思いで自ら死を選んだのか、僕には分かりません。だけど僕はなんかこれが全く自分と無関係のこととは思えなかったんですよね。もし僕が彼の立場にいたら、僕だって改ざんに手を貸したんじゃないか、僕だって思い詰めて自分で命を絶ってしまったんじゃないのか、そういうふうに思ったんです。すごい個人的な話なんですけど、僕はあんまり裕福な家庭に生まれなかったんで、昔からどうやったらこの境遇から這い上がれるかなってことばっかり考えて生きてきたんですよ。で、小さい時から思ってたのは、どんなに奨学金借りてでもいい大学行って、どんなに自分の意見曲げてでもいい会社入って、どんなに自分が悪いと思ってることがあったとしても、それを口に出さずに出世していこうと、そうやったら這い上がれるじゃんって思って、そうやって僕結構生きてきたんですよね、長い間。だから絶対僕これ、例えば自分が官僚だったら絶対これ同じことやっちゃったんだろうなって思うんですよね。で、この社会ってなんか自分を曲げてでも上の言うことを聞いて、あるいは周囲の空気を察して、そうやって生きていくのが大人だみたいな価値にあふれてるじゃないですか。そうやって生きていくのが当たり前だみたいな価値にあふれてるじゃないですか。例えば自分が置かれている状況が苦しいって言ったら、自分がこれから生きていく社会が不安だ不条理があるって言ったら、いやそんなの自己責任だ自己責任だ自己責任だって、そういう言葉があふれるじゃないですか。そんなこと言ってないで、自分が目の前にあることをやれよって冷たい目で見られて軽蔑されるだけじゃないですか。僕はこんな社会にはもう生きていきたくないんですよ。おかしいことあったらおかしいって言っていいじゃないですか。僕、社会とか国家とかそういうものって、生きていくには一人じゃ難しいことがたくさんあるから、協力して支え合って生きていこうよ、そのためにあるんだと思います。そして政治は力なき人々が一緒に生きていくためにあるんだと思います。だけれども今この社会がとっても冷たいのと同じように、それを代表している政府、これもまた実に冷酷です。麻生さんの記者会見見てたら、あの人全然反省してないですよ。とりあえず記者会見開いとけばいいや、多分財務省の職員が死んだなんていうことは全然頭にないと思う。それが悲しいなんて気持ちもなければ、多分思ってるのは厄介事が起こっちゃったなっていう感覚ですよ。そんなのはおかしくないですか。安倍さんにしても一緒ですよ。考えてみたら、2月に彼が国会で、私や妻が関係していたら国会議員も総理も辞めますって言わなかったら、今回財務省は改ざんしなくても済んだんじゃないですか。それを自分は何も知らない、悪くない、彼も多分人が死んだなんてことどうとも思ってないんですよね。自分が権力の座に座れればいい、本当何様なんだよって話ですよ。人が死んでるんだよ。この社会代表して政府として仕事してんじゃないのかよ。そうだそうだ。
自分たちだけ責任逃れしてどうにかこの先も生き延びていこうなんて、そんなのずるいですよ。卑怯ですよ。嘘をつくなよ。責任取りなさいよ。謝りなさいよ。償いなさいよ。当たり前のことでしょ。そんな自分たちの方だけ見てる政治してないで、私たちの方を向いて私たちのための政治をやってください。そうだ。そして政府に対しても僕は文句言いたいけど、あの政府を誰が選んじゃったかっていうと、やっぱり私たちなんですよね。それここにいる人たちじゃなくて、今伊勢丹のその辺り通ってる人とか丸井のその辺り通ってる人もみんな含めて、あの党に投票してなくても、あるいは投票に行ってなかったとしても、あなたの選択があの政府を作り出してるんです。そういう意味では彼らは今回の問題に対して責任を取らなければいけないけれども、私たちもまた彼らを辞めさせる責任があると思います。そうだ、そうだ、そうだ。胸元で。ありがとうございます。別に難しいことじゃないですよ。今ここで飛び入り参加してもいいし、帰りの電車でいやおかしいよねって言って周りに聞こえるような声で喋ってもいいし、そういうことから社会は変わっていきます。僕昔社会なんてそう簡単に変わんないって思ってたけど、社会って何かって考えたら一人一人の人が集まって社会ってできてるわけですよね。そうだ、そうだ。そう考えたらあなたが変わった瞬間から社会は確実に変わってるんです。私たちが変えましょう。あなたの行動が、あなたの声が絶対に社会変えるはずです。一緒に変えていきましょう。あったかい社会にしましょうよ。冷たい社会は終わりにしましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたら主催の未来東京の馬場幸乃さんから締めの言葉ということで一言お願いします。よろしくお願いします。ゆきのと言います。本日は内閣総辞職を求める緊急新宿大学大凱旋にお集まりいただき本当にありがとうございました。そして沿道の皆さん、お騒がせしてしまって本当にすみませんでした。少しだけ改めて趣旨説明というか、この凱旋何なのということについて本当に大事なことなのでもう一度話させてください。今回の凱旋は未来のための公共と、そして森友学園公文書改ざん問題を契機に、この間の政治におかしいと思った個人が集まり発足させたムーブメントであるスタンドフォートゥルースとの共催の凱旋です。スタンドフォートゥルースは、そして私たちは政府に対して3つのことを求めています。1つ目は森友学園への国有地賠償をめぐる公文書をすべて開示することです。2つ目は公文書の改ざんが誰の指示で行われたのかを明らかにすること。最後に真相を解明するために安倍昭恵氏と佐川前国税庁長官の証人喚問を行うことです。そしてこの3つが満たされない場合、私たちは内閣の最高責任者である安倍首相と麻生財務大臣の辞任を求めます。そうだ。今日自民党で党大会があったんですよね。そこでは憲法改正について語られていました。ちょっと待ってほしいんです。今政府は佐川さん一人に全部の責任を押し付けようとしてますよね。それでなんとなく幕引きしようとしてますよね。自分たちは何の責任も取らないまま、それで憲法改正ってどういうことですか。待ち欲しい。ちょっと舐めすぎですよね、私たちのこと。そうだそうだ。改憲よりも住みよい社会を作ってほしい。これ当たり前のことだと思うんです。当たり前だよ。まともな政治をしてほしい。本当の本当に当たり前のことですよね。でもこんな当たり前のことさえできない政治ってどう考えてもおかしいですよね。おかしいよ。森友学園の公文書改ざんについてしっかり責任を取ってほしい。情報を開示し説明責任をしっかりときちんと果たしてほしい。その上で取るべきけじめをきちんと取ってほしい。森友に自分と妻が関係してるなら辞めるって言ってましたよね。そうだ。どう考えても関わってるじゃないですか。そうだそうだ。本当に早く辞めてほしいです。やめてくれ。
って言うんだったら私たちの手で終わらせましょう。そうだ、国会前へ行きましょう、官邸前へ行きましょう。こんなに怒っている人たちがいるんだって本当見せつけてやりましょう。今日の凱旋はそのためのアクションです。これからも続きます。毎週金曜日7時半から官邸前で抗議行動を行っています。ぜひ来てください。初めての方も参加しやすいようにサイレントエリアやスピーチエリアなども設けてます。5分だけでも仕事帰りでもぜひ足を運んでください。そしてまともな政治をこの国で私たちから作っていきましょう。今日は皆さんありがとうございました。そして最後にですね、もう一回コールとあと写真を撮ろうと思います。今ステージの上にいる方たちは後ろを向いて、こちらこっちの方見てください。お願いします。あとプラカード上げてください。しっかり上げてください。プラカードを上に高く高く上げてください。お願いします。ものすごい光景になってます。じゃあちょっとコールしていきたいと思います。最初公的文書を解散するなって言います。当たり前のことです。公的文書を解散するな、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 嘘をつくな、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 本当のこと言え、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 公的文書を解散するな、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 みんなの暮らしに税金使え、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 公的文書を解散するな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 、みんなの暮らしに税金使え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 、嘘をつくな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 、本当のこと言え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 、責任取れよ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 、公的文書解散するな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 、掃除職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 、公的文書を改ざんするな、公的文書を改ざんするな、嘘をつく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 な、本当のこと言え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 、嘘をつくな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 、責任取れよ、責任取れよ、責任取れよ、責
改ざんするな。みんなの暮らしに税金使え。みんなの暮らしに税金使え。ということで、これからも官邸前とかでもいろいろイベントがあるってことで、毎週金曜日何時から7時半から10時ぐらいまで官邸前とか国会前とかでも、抗議行動やってるんで、時間があるって方いたらよかったら友達とか家族とか連れて毎週金曜日7時半に官邸前に集まってもらえればなと思います。今日政治家の人たちたくさん来ましたけど、明日の政治を変えられるのは政治家じゃなくて今日ここに集まってる一人一人です。みんなの力で変えましょう。一部の人たちのためだけの政治じゃなくて、みんなのための政治を今行うために頑張っていきましょう。よろしくお願いします。奇跡引き寄せる幸運の持ち主、無敵一歩外出れば雨だって止むし、行く手塞ぐはずだった工事も中止。言うこと聞かせるパンダ俺たちが、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 ありがとうございます。これからもっともっと頑張っていきましょう。よろしくお願いします。